5回目の出した動画が物議を醸しています。おそらく近いうちに大炎上し、登録者が激減するでしょう。投稿された動画は、一番活かした短射パクってきたやつが勝ち選手権。これを提案したのは2018年に虫眼鏡の代わりに入ったメンバー、バルハラです。そういえばさ、この前バルハラ…うるせえ、死ねえ。俺の婚約者だ。弱みになるかもしれないから隠してた。その女は俺の師匠のさかなクンが研究している皮を外来種まみれにしやがった。さまぁ、さかなクンって襲名制だったのね。死んない。めっちゃうまいわ。マジで。なるほどね。わさびこんな香り強いんだ、うん、あの、ね、普通のいつも食ってるわさびとは全然違う味だね。ちょっと違うね。カメラ回してないでさ、食べなさいよ。一回食べましょう。一回食べましょう。いただきます。いや、めっちゃ寿司食べる。どっちのリアクション？美味しいのかビビってんのか、カメラに。めっちゃ取るやん。めっちゃドリアンじゃないんですよ。出発。よいしょ。廊下。なんかあっちに行ったらドカーンって音聞こえたの帰っちゃったんですけど、何が起こったんですか。いや、我らがバディのプンさんがバク転を今できたんですか。久しぶりにやってまして勝手やってるじゃん。何見たかったな。取り寄せた。そんなあれですよね、プンさんが数々のラーメンを食べ歩いてきたプンさんが今まで一番美味しかったというラーメン屋さんの、今ここであのつけ麺の麺を厚盛りにするやつは情弱か否かっていう喧嘩が起きたんですけど、なるほど、どう思いますか。人による安全な回答です。プンさん的にはどう思いますか。あの厚盛りの麺って一回水で締めてからもう一回温める。だからあの店員さんのこと考えるんだったら冷やの方が優しい。そういうこと。あの要はなんて温かいまま出すわけじゃなくて一回水で締めて。ゆずください。あ、はい、こんなに、まあ、まだ。いや、厚盛りの方が好きなんだけど思わない。まあ、いるよね。なんであとさ、一箱頼むね、いつも。誰ですか。いいんだよね、これ注文。え、ラーメン屋さん。ラーメン屋さんだ。なんで一箱頼むの。あの人平気なんだよ、辛いの。一箱でしか売ってないよ。いや、コンビニ売ってますって。コンビニコンビニ知らないわ。コンビニ知らないお酒がいる。日本来たてかよ。日本来たてかよ。海外にもあるだろ。お前の頭なんだそんな。いいだろ、おかしいだろ。おかしいだろ、話。そう、気分下がる。レンちゃんはネガキャンしかせんよ。あれあれあれプンじゃね。あれプンじゃね。あれプンじゃね。え、どうしたんすか。なんで来てくれたんすか。大丈夫かなと。どんな感じかなって。プンさんにティーカップ体験させてあげよう。確かにね。俺らで体験させてあげて、プンさんとどっちかが乗ろう。いや、さっき俺はいくつだと思ったし、次お前君の番だ。次そうしたらお前4900円分しかやってないことになるよ。ここでじゃんけん、ここでやんないとダメだって。それじゃんけんのしょうがない。いや。いや。絶対言ってくれ。まあここで倒れられたら逆に困るしな。行きましょう。行こうか。二人お願いします。はい。まだでもここはね。はいはい。全然ダメ。思ってた倍以上長いんですよ。長い。そう。もういいって思ってからもう二踏ん張りぐらい回り続けるから。俺の携帯があれ。なくなってる？なくなってる？何の待ち時間だった？あれ何をしてるんですか？渡しましたよ。え、これもしかして絶叫じゃね？え？ちょっと待って。こういう絶叫？いや絶対渡したな。携帯受け取りましたよ。いや渡した渡した。あ、渡したんだ。だってさすがにこれでね渡してたね。いや受け取った。意識飛んじゃったわ。
くなったかな。慌てて。なくなった。もう映すわ。こんだけ待たされたらもう。大人が焦ってるぞ、大人が。ういじゃない、ういじゃない、ういじゃない。こんなバディ見たことない。あとさ、預けた携帯ハワイなくしてういっていうバディ見たことない。なくしてるわけないじゃない。取ってくださいもう。あ、これやったね。これはでも押してくんじゃないか。お、あった。あった、これどうすか。あ、出てんじゃない。セーフ。じゃあ、さあ東海オンエアもですね、もう今や破竹の勢いということでですね。なんかね、もうバディさんがまたさらに一人増えたんですよ。出ましたね。新しいバディさん、なんとね、またあの新しいキャラというか、うんうん、ちょっとね、あの一風変わったというか、まあ、変わってはないんだけど、そう。ちょっと今まで考えると、おってなる感じの。そしてですね、新しい野村さんという方なんですけれども、はいはい、なんと。おっさんでございます。これがね、おっさんなのよ。おっさんって言うほどか。いや、まあ言うほどではないけど、おっさんだなっていう感じですよね。今まで考えるとおっさんだなって。高岡さんにおっさんがね、なさすぎたのよ、ちょっと、まあね、年齢的にはそうね、高岡さんと変わらないはずなんだけど。同じぐらいじゃないですか。そう、大村さんのちょっと上なのかな。だけど、うん、いや、カマラさんと同じし、確か。だから高岡さんよりの方がちょっと下だけど、まあ高岡さんがあまりにもちょっとおっさん感がなさすぎたので、うん、すごくおっさん感があるというかね。そんなおっさん感ありすってるな。いやいや、おっさん感はちょっと褒め言葉よ。おっさん感褒め言葉なのかな。野村さんのあだ名決めよう会議を取り行いたいと思います。はい、はい、粉を、粉を、粉を、粉、マジカル粉を、粉、プン、粉さん、マジクナプンさん。プンさん決まりました。プンさん。プンプンさん決定。プンさんに決まりました。はい、プンさんになりました。プン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 さん、コップン、コップンのプン、プンさんです。プンさんです。コナ、コナです。あ、コナのプンです。だっけ、とりあえずリーチさんだから、リーチマイケルで、で、MJ でって言って、マイケル・ジャクソン、うん、ジャクソン5、ジャクソン5、ジャクチョウさん、いろいろ。で、絞りガチャが発動されまして、あのランダムの単語が生成されたんですね、そこで。ガチャ、マジカル粉落とし。あ、はい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 。マジカル粉落としってのは、マイケルとじいさんとラーメン好きがマジカル粉落としっていう形で、まあ、再錬金されまして、で、粉落としだからプンさんだったかな。もうずっとこれでしばらく。しばらくね。ますか、じゃあ。ああ、はいはい。はい。これで。それ紹介みたいになっちゃってますけど。紹介しましょう。ああ、取れちゃった。まあ、取れちゃった。付け直さないと。あ、いいですね。あ、いいっす。ああ、なんかアヒルみたいで可愛いっす。なんか可愛い。ね、アヒル口。ね、アヒル口。ああ。これまましばらく。あ、これしばらく、あ、しばらくしばらくね。ひろとさん、あの、そろそろあの、お会計の時間かもしれないんで、あの、ちょっとね、店員さんに言われたら恥ずかしいから、これ。こん、そんなんはもうお茶会始まったばっかりなのに。買います。え、家でやります。買います。これだけでももう十分詳しいベースになってるけどね、最近出てもらうことが大事なので、はい、ちょっと手伝いましょう。今回、翔さんね、ちゃんと味見しますからね。どうした、いいアクセントになっちゃう。どれぐらいがリミットなんですかね、これって。4時です。なので、あと1時間くらいですかね。プーさん、このハッシュのポッツやばいっすか。かけながら応援しようと思って8枚食べたんだよ。なんで8枚食ってんだよ、こいつ。22歳うわー、すげー。プーさん、抜きました。はい、今14。14ね、すげーこれ一瞬で5枚すげマジ頭悪い。1枚ってゲマ入ってないっすよ、大丈夫っすよね。すごくない。さ、すごい。プーさん、すごい。だいぶプーさんさ、ちょっと鍛えてさ、ちょい大食い系の動画撮れるよ。 YouTube 撮れるね。あの、気分サーチいつも2個なのよ。そうでしょ、気分じゃないじゃん、もう。本当に気分、それ気合いだ、気合い。気合いでサチオじゃん。気合いでサチオって店行ってみてよ。宿のテタだ。自前の。としみつぞ。ゆまるだ。ニトロ爆弾の修行場のニトロ爆弾です。プン散歩です。よいしょ。僕もう少しで編集が終わるんで、次頑張るんで、ちょっと一回リベロか。あ、まあ、後ろか。あ、もう全然いいよ。最初はグー、ジャッケン、ブイ。最初はグー、ジャッケン、ブイ。はい。ずっと休憩しかしてない。降りろ、休憩。本当に降りろ。いや、何を言ってんだ。まあ、ラスト1問かな、そろそろ。先生、なんか、サイレンの音が。
集中気にすんな。え、今そう中で聞こえるんですよ。あっちから聞こえるけどこっちから聞こえます。教室なんか救急車走るわけないだろ。まあそうか、おかしい。湯がきしてるよね。ん？先生、やっぱなんか聞こえますよ。あ、ふか、はい、もう目悪いんか、気にしてみろ。え、いい目があるじゃないか。先生の交換してくれ。いやいやいや、度が合わないんでダメです。度が合わないんで耳らへんか、なんか聞こえてくるんだけど。Are you having an affair? ああ、わしー！あ、誰なんだこの相手は。先生、なんか今外からも声が聞こえてきたというか。音？のせいかな。音誰もいないだろう。教室、学校なんかセキュリティ、うわあ！なんだお前、不審者、不審者、不審者外に閉じ込めたぞ。危なかった。凍えてたけど大丈夫かな。今日外寒いからな。あれだよね、カンニングしっぱなしじゃない？あ、やばい、カンニングしっぱなしだ。え、外、何？あの、外に配置しておいた。あ、不審者だろ。先生に配置されたままなんです。不審者、あの、あれだから、そうしたして殺した。いや、さっき LINE でマジで小林死ねって来てるんだって。助けてください。あ、いる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 。誰だお前。そう、カンニングマンだ。カンニングマンだ、どう見ても。ふざけてるのか、どういうつもりだ。お前何歳だよ。あんたが聞いてんだよ。お前自分のことで悪くてやらせんのかよ。先生、その辺にしてあげよう。お前のせいでこいつの未来が真っ暗でもいいのかよ。すいません、僕が悪いんです。子供に道を教えるのだろうが。先生の責任感すごくない？なんか役ですよ。おお、ピースハート。これはもうみんなわかるじゃん。あれなのかな、あれでしょ、あれなのかなってありますね。はい、じゃあこれはまず取らせていただきます。これいかっちゃうか。あ、ちょっとやばい、プーさんがいないと正式な判定がわかんない。まさかこの企画を考えたのはおじさんだとはな。これはこれだよね。俺はそうだと思ってる。じゃあ判定のプンさん。なんでおっさんなの？なんで最年長？昭和なの？ちゃんと研究しますから、令和のことは。今のポーズ正解です。あー、そりゃそうやね。なるほどね。それはちょっと可愛くはあるな。顔を隠さず。いや、そんな小細工あるかな。ちょっと手間かかるんじゃないの？はい、あのポーズコピーロボットです。コピーロボット。なんで昭和にすんの？38はもう、あ、35から55ですね。38か。38か。過去になったんですね。いえ、38になった。あ、8になったんだ。へぇー。嘘ー。めちゃくちゃ。嘘ー。こういうの出しから分かんないんですけど、自分のペースより。本当に面白すぎる。そんな声出さないタイプ。意外と出すんじゃなくなってくんのか。もうあのおじさんになると声ほら、単位回っちゃった。行くと死んでるわ。これ行くとツボだ。これは53点ありました。おー、強い。すごいリアルだな。重すぎた。5000万は俺気持ちがきつい。もう無理、もうここがもうパンパンになっちゃう。プーさんがご時期に見える。好きっぽく拾ってください。プーさん金だ金だって言いながら10公演なんてこと言うんだよ。プーさんやめて。やめて。そこまでやんなくていいから。おかしい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 。